そんなことしてる場合じゃねえ。はい、こんにちは、キツネです。はい、こんにちは、まとめです。そんなわけで信長公、早々に罪モードです。信秀が亡くなるや否や、配下、上司の守護大家、隣国の今川が、一斉に攻めてきました。なんでこんなことになってるの？信秀の実力に、押さえつけられてたのは、一族や家中だけじゃないからね。尾張国内で、味方してた人たちだって、信秀がたまたま戦が強かったから、我慢して従っていたに過ぎないわけよ。我慢。だから信秀が亡くなった以上、なんでこれ以上壇上の中継に従わないといかんのですか。ってなるわな。でも今川も攻めてきてるじゃん。敵国でしょ。敵の敵は味方。これが弱肉強食ってやつか。この時、清介を主導したのは、坂井大膳、坂井陣助、川尻与一、織田三味、といった、守護大家の重臣たちで、中でも坂井大膳が、この頃の信長の主敵と描かれることが多い。代替わりの不安定に乗じて、国を混乱させるなんてひどい。いや、坂井たちからしてみれば、これも当然なんよ。当然。そもそも、織田信秀も守護大家の家老だからね。本来、坂井たちと同格。しかし信秀は、戦に強い、という実力、で、終わりの主導権を握った。実力でのし上がるなんて、いかにも戦国武将ね。そうだな。だけど本人が死んだら、その実力、も消えてなくなるのよ。あ、つまり信長にとっては、信秀の実力と業績が大きければ大きいこと、それによって抑えつけられていた者たちの反動も大きい。実力主義と言われがちな、信長だが、彼はこの時、実力というものの儚さを、嫌というほど知ることになる。ちょっと診断状君。あ、大膳さん、何かご用ですか？お父さん、本当に急なことで、大変だったね。いろいろお悔やみありがとうございます。それはともかく、君のお父さんに抑えられてた、こっちの利権や権限、返して。は。君のお父さんが合戦の指導に必要だからって言って、いろんな権利や権限を彼に渡したけど、もうなくなったんだから必要ないよね。それは困ります。なぜ困る？前の壇上も、もともとわしらと同じ守護大家の家老で、ただの同輩だけど、彼は、合戦に強かったから、わしらはその指揮に従っていたんだ。そんな彼が亡くなった以上、彼の抑えていた権利や権限を、元の持ち主に戻すのは当然でしょう。でもそれ戻しちゃうと、僕の立場が。それはそっちの都合でしょ。わしなんか間違ったこと言ってる。間違ってないけど、無理は無理です。無理言われても、困るがな。こっちも困ります。ならば。とまあこんな妄想ドラマを考えてみたんだけど。妄想かよ。まあ状況として、大きく間違ってはないと思うんだよね。信秀がその才能と行動力、つまり実力、でいたものは、信秀の存在がなくなれば、当然元の持ち主に返されるべきだ。つまり具体的には、壇上の中家ではなく、守護大家にその権限は、移管されるべきだ、という考え方は当然あるわけですよ。信秀は、実力で勢力を拡大したといっても、守護大家の家老、という身分は何も変わっていないわけだしね。信秀はこういうこと、予測していなかったの。ある程度察してはいたと思うよ。彼が、天文12年、朝廷に、莫大な献金をしたのも、朝廷と繋がることで、守護大家の中でも特別な存在、という評価を得るためだったと、見ることもできる。ああ、朝廷の築地修理に、4000貫も出したという、現在のお金で何億円、よね。ああ、その4000貫という話は、多聞院日記に書かれているんだけど、朝廷内部の人の記録であるお湯殿の上の日記だと、1000貫、なんだな。4分の1じゃない？信憑性を比べると、朝廷内部の記録であるお湯殿の上の日記の1000貫が正しいと考えられる。じゃあなんで4000貫なんて話が。まあ献金の噂話がどこかで大きくなっちゃったのか、あるいは信秀が自分の功績を大きく見せるため、わざとそういう噂を流したか。おう。もしくは、本当に4000貫献金したけど、仲介した幕府とかに、ピンハネされたか。おう、どっちにしても、えっぷい話ね。ともかく、しかしながら信秀は特別な地位を得る前に、死んでしまったわけだ。信長の地位は、壇上の中家内部でも不安定だというのに、外までこれじゃ、もう身動きも取れないわね。ところがそうでもなかったんだ。え？壇上の中家は、外部から、強い圧力を受ける中、むしろ団結した。そうです。今僕たちは、これまでにないほど一つになって、敵に立ち向かっている。壇上の中家が、一つになって戦ったためか、清洲尾だけとの戦いは、決定的ではないものの、徐々に信長方の優位になっていった。家族が、一族が協力すれば、
どんな危機だって、乗り越えられる。おそらく、信長がこんな自信を持ち始めた頃、彼に衝撃を与える、大きな事件が起きた。信長の自責が老であり、また少年の頃よりの森役であった、平手正秀の切腹である。これは確か、信長の素行の悪さを、命落として諌めるために、切腹したのよね。それなんだけどね。新潮校記事館によると、信長が正秀の長男、五郎右衛門の襲名を欲しがったところ、五郎右衛門が拒否したため、正秀も含めて主従関係が悪化し、正秀は、信長から相手にされないことに、絶望して切腹した、としか書いてないのよ。なんじゃそりゃ、じゃあ命を懸けた還元、って話はどっから来たの？それについてはまあ、いろんな意味ではっきりしてるんだが、これ、保安新潮記。これは、そう、近世初期のベストセラー歴史作家である小瀬保安先生が、太田隆一の新潮校記、おかくげふんげふん、定本として、さらに独自取材の内容も加えた大著、その名も保安新潮記、オリジナルの新潮校記、の中では、たったこれだけの、平手正秀の切腹についての記事を、小瀬保安先生は、こんなに膨らましました。うわぁ、何倍になってるのよこれ。オリジナルには1ミリも存在しない、信長への遺言をでっちや、元い見つけ出し、重烈無比な老臣による、愛と感動と涙の名シーンとなっているぞ。これが小瀬保安か。これが小瀬保安だ。とにかく、平手正秀の切腹についてはこの、保安新潮記、の印象が、後世に強く伝わった、と言っていいんだろうね。じゃあ実際にはなんで切腹しちゃったの？よくわからん。わからん。本当に主君と息子が、馬で争ってることに絶望して死んじゃったのかもしれないし、それ以上に当時の平手さんについての記録もないので、わからん、としか言いようがない。ただ、信長が平手さんの切腹に、大きなショックを受けたのは確かで、信長は正秀の霊を弔うため、彼の名を冠した、清州寺、という寺まで建立する。そして、平手正秀の切腹はおそらく、もう一つの事態を発生させる。聖徳寺会見。って言うと、織田信長と、美濃の斎藤道三との会見よね。それがどうして平手さんと関係あるの？実は信長と、道三の娘、いわゆる濃姫との婚姻をまとめたのは、平手正秀だったと、新潮校記事館、にある。つまり、この婚姻を基礎とした、美濃斎藤家と、織田壇上の中家との同盟を取りまとめた中心人物が平手正秀だったとも言え、彼の死去があっても、この同盟関係が揺るがないことを、再確認する必要があったのではないか、と考えられるわけなのよ。同盟の要がなくなったら、いろんな噂も出るでしょうしね。また、少なくとも当時の東国では、家族が嫁に行った先に、実家の家の当主が挨拶に出向く、という慣習があったらしいのよ。有名なところだと、妹の嫁ぎ先である、小田原北条氏の元を訪問した今川氏輝、彦五郎兄弟。娘の嫁ぎ先の駿府を訪問した、武田信虎。その人たちみんなその後。それは今は言うな。ともかく、そういった、当時の慣習である、親族の対面儀礼を果たした、と考えることもできるわけだ。なるほどねー。でも信長、そんなところに、またすごい格好で行ったんでしょ。道三もこっそり、その姿を覗き見て、呆れ果てたところ、いざ対面になったら、見事な装束に着替えていた、という。ああ、あのびっくりショー、あれもやっぱり、主観、の記事だけど、ほんまかいなと思ってる。なんで？だって、もし道三が覗きに行かなかったら、どうするの、あれ。あ、特に何事もなく、会見が行われるだけだよね。別に道三が見なくても、信長を出迎える家臣から、報告とかあるんじゃない？聖徳寺は、中立地帯といっても、尾張国内だし、信長が婿という立場だから、むしろ織田家側が、道三一行を迎える形だった、と考える方が、自然じゃないかな。これも含めて、もちろん推測なのだけど、美濃斎藤家と、織田壇上の中家の同盟は、やはり斎藤家ゆえのものだったと思うのよ。そもそも、信秀の勢力が彗星になってからの同盟だし、無論、斎藤家側にもメリットがあるから、同盟は結ばれたのだけれど、相手を頼る割合は、やはり織田壇上の中家側の方が大きい。信長の立場は、この少し後で言えば、信長と徳川家康の、いわゆる清洲同盟、での、家康の立場に近い、と言えるのではないかと。で、当時の織田家としても、自分たちが、比較的にせよ、従属的な立場にあることへの不満があったと思うのよ。そこで、彼らは美濃斎藤家の花を明かすような、痛快なお話、を求めた。それがあの、聖徳寺会見の逸話じゃないのかな、なんて感じている。ちょっとおがきすぎじゃない？でもさ、あの後道三が、自分の子供たちは、あのたわけの門外に馬をつなぐ、うんぬんとか言うでしょ。有名な道三の予言、ね。この時信長は、まだ清洲織田家との内戦の真っ最中で、州都の道三と、本拠地ではなく国境地帯で対面せざるを得ないほど、未だ不安定な状態だったのよ。そんな状況を知った上で、こんなこと言い出したら、それは立ちの悪い冗談か、実態をまるで把握できていないかの、どちらかとしか、まあそんなわけで、どうかな、と思っているわけです。
そんなことはともかく、この会見により、美濃斎藤家と、壇上の中家の同盟が、再確認されたことは、信長に大きな利益をもたらしました。美濃斎藤家が、信長の後ろ盾として、強固につながっていることが再認識されると、尾張守護、芝義宗は、自分を支える清須の守護大家を離れ、信長と連携を取ろうとした。ところがそれを察した、清須の守護大家は、天文22年7月22日、この義宗を殺してしまう。しかし、芝義宗の嫡男、義兼は脱出し、名古屋の信長の元へ駆け込む。信長はここに、喉から手が出るほど欲しかった、尾張支配のための権威、と正当性、を手に入れた。ここからは一気化成である。7月13日、清州寺を建立し、平手正秀の霊を弔うと、18日には弟、信勝家臣の柴田勝家らが信長に協力し、清須を攻撃。翌天文23年1月には、州都の銅山より、安藤森成が援軍として駆けつけ、清須方と連動した、今川軍の村木城を攻略。そして4月20日、信長の叔父である織田信光が、尾張守護大、織田信友を自害させ、清須城を奪取。これを信長に献上する。信長に敵対し続けた、清須の守護大家はついに滅びたのだ。その後、信長は清須城を、改めて、主君である芝義兼に献上し、自身は北櫓へと移る。信長は、家族、一族の団結、そしてもう一つの家族、妻方の親族の力、ファミリーの力によって、ついに苦境を脱し、尾張の主導権を、しかも、父、信秀の時代よりさらに強固にして、壇上の中家に取り戻したのだ。やりましたよ父上、見てください、家族。一族が一つになれば、何だってできる。どんなことだって、成し遂げられる。そして、公示2年3月には三河荒川に出兵、4月上旬に、三河上野原において、尾張守護、芝義兼と、西三河の館、である吉良義明の和解を成し遂げる。ここに、西三河における勢力の回復も宣言し、壇上の中家、そして尾張における信長の覇権は、もはや確定したと言ってよく、尾張統一も、目前であった。そう、この時までは。信長は18日に銅山の救援に向かい、20日には美濃大浦にて、吉達勢と交戦するも、銅山の討ち死にを聞いて撤退。これ以後、美濃斎藤家との長い抗争が始まる。思うんだけどさ、そりゃ義理のお父さんだけど、銅山が討ち死にしたのも、あくまで美濃の中の話なんだから、信長は無理に介入しなくてもいいんじゃない？そこはその通りなんだよね。傍観して、新しい体制と、友好的な関係を結ぶ、というのが利口だし、常識的だと思う。現に、父を殺したということで、周辺諸国は決してこの事件を快くは思っていなかったけれども、斎藤家との関係は、概ね維持した。しかし信長だけは違った。なんでなんだろ。この時点で、美濃が取れると思った。まだ終わりもまとめきってないのに。信長は後年を見ても、家族、身内をすごく大切にする人で、彼から見ると、この一連の騒動で、父や弟を殺した斎藤達興という人物を、心底許せなかった、というのはあると思うんだ。しかし、斎藤義達と敵対する、という、信長の判断は、彼を再び、窮地へと引き込む。信長は、美濃斎藤家の後ろ盾が、彼の尾張国内での立場にとってどれほど大きかったかを、思い知ることになる。立場。しかも今度は、身内同士の争いとなる。身内。まず、清須織田家の滅亡により、唯一残った、もう一つの守護大家、岩倉織田家が、信長に反旗を翻す。なんで？斎藤義達に扇動されたのと、また、美濃の後ろ盾のなくなった信長には、力がないと踏んだのだろう。このような情勢下、信長は、7月18日に、踊り興行を催し、国内に平和をアピールする。しかし8月23日、弟、小部活が、ついに信長に敵対を宣言、信長勢と交戦に及ぶ。ここで敵になっちゃうのね。この時は、双方の母である、土田の方の呼びかけで和平が成立するのだけれど、同時期、信長の処刑である信広も、美濃勢と結び、清須城乗っ取り未遂事件を起こす、信長の大切にしていた、家族、一族が、この時ボロボロと崩れていった。それでも信長は、粘り強く戦った。永禄元年、7月12日、岩倉織田家と終わり、浮野で戦い、勝利。終わり内部で優勢を強める。そして同年、織田信勝の武将、柴田勝家が信長に寝返り、信勝が再び、信長に謀反を企てていると知らせる。11月2日、信長は病気と偽り、信勝を清須城へ呼び寄せ、そこで、彼を殺した。
諏訪信澄は、配下だった藤堂高虎から、見限られたりしてるけどな。維新なんだからお前はちょっと黙ってろ。翌、永禄2年2月2日、信長は、約500の友を率いて上洛。これにより、中央権威から、尾張の主催者として認識されたと考えられる。同じ頃、岩倉織田家の本拠地、岩倉城が、に、3ヶ月の包囲の後、攻略され、ここに岩倉の守護大家も滅亡。信長はついに、尾張統一を果たすのである。信秀さんの死から7年、本当にいろんなことがあったけど、ついにあったのね。この段階で、信長は、名実ともに戦国大名、となったと考えていいだろうね。戦国大名、織田信長、が誕生したのね。そう、それはつまり、これからは、さらに激しい、戦国大名、の戦いが、始まるってことなんだな。え？次回。天下、織田信長に、出会う。お楽しみに。